今日のゲームハイライトです。今日はマリンズ先発佐藤翔馬が ZOZO マリンで初の先発マウンド。しかし近本フォアボール、中野バントヒットの後大山ライトの右のタイムリーツーベース。佐藤としてはアウトが取れるまま失点を喫しました。昨日に続いて阪神が先制。そして昨日その劇的な9回のホームランを打った佐藤はカーブをセンターへ運んでの犠牲フライ、2点が入ります。これで2対0。さらにワンアウトとなった後に糸原、右中間を破るタイムリーツーベース。黒木さん、ちょっと佐藤投手としては落ち着くことができなかった立ち上がりでしたね。なかなか取れない中でね、ちょっとボールが浮いたところをこう仕留められましたね。で一方阪神は中7日明けての青柳、この立ち上がりはこのバックドアからも三振が見事でした。そして今日3番に角中を置いていい当たりを放ったんですが、佐藤の守備範囲ライトフライと青柳は三者凡退の発進です。2回です。その青柳からロッテマーティンのフォアボール打った入れたんですが、佐藤は打ってショートゴロ、643のダブルプレーと青柳らしく打たせて取る感じでランナーをなくして、今日誕生日の中村翔吾だったんですが見逃しの三振と、ロッテは点が入りません。3回の阪神です。ワンアウトから大山フォアボールで佐藤輝明、またカーブをセンター、そして高部が後ろに結果さらして、これはスリーベースになります。4対0とタイガースリードを広げました。これは高部としても悔しい守備にもなりました。まあ、青柳攻略に円陣を組んだロッテだったんですが、福田周平代打で登場もセンターフライ、そして高見もレフトフライと、青柳としてはランナーを出しても落ち着いています。6回です。その青柳からロッテ、どうにかこうにかチャンスをというところで2アウトから、今日にも2番の荻野がしっかりとセンターへ打ち返しました。まあ、ここは黒木さん、本当に最初のチャンスというところでしたよね。3番の角中もヒットで続いて、この点差の中でね、次のマーティンがね、ちょっとこうミスショットっていうかね、ここですね、惜しかったんですよね。本人はね、捉えてるつもりなんですけど、センターフライで青柳からホームベースが遠い流れ、まあ、3塁まで中盤は踏めないという状況が続きます。で7回です。ロッテは広畑がマウンドに上がりました。しかしツーベースの後デッドボール、フォアボールでピッチを招きます。ここで今日タイムリーの大山なんですが、ここはショート小川からバックホームでアウト1つ、1塁もアウトでダブルプレー、2アウトランナー3塁2塁と変わって佐藤輝明も三振ということで、まあ満塁のピンチは招きましたが、なんとかね抑えることができましたんでね、はい、これはいい経験にしたい。一方の青柳です。8回ロッテはフォアボール、そして高部のヒットでチャンスを作るもワンアウトから角中が三振、そしてマーティン、ここも三振と青柳があと1本は許しません。今日は低かったですね、ボールがね、高めに浮かないですもんね。で9回です。小沼が先日8勝利を挙げましたが、その後のマウンド、しかしヒット、フォアボール2つでピンチを招くと糸井が三遊間を破ってきます。これは貴重な追加点、9回の表に2点入って6対0。で青柳は完封をめがけてのマウンドになるんですが、ロッテがこの青柳からチャンスを作って、山口が代打で出てきてショートゴロ、1点が入って青柳の完封がなくなります。その前にも安間のツーベースなどがありました。そして福田がセンター前に運んでもう1点入りまして、6対2。ここでタイガースは青柳をマウンドから変えます。安田がマウンドに上がります。青柳は完投ならず。ロッテとしては9回の最後の最後で捕まえたんですが、まだ点差は4点という中で岩貞、
高部を三振に切って取って試合終了。タイガースは交流戦初の連勝、このカードの勝ち越し、ロッテは連敗となりました。ご覧いただきました